口？お、口はクローゼットかな？収納かな？収納だね。なんか結構広いんだけど。玄関入ってすぐのクローゼットみたいな感じかな。すごい。ああ、そういうこと？ね、ママね、そうファミリークローゼットみたいな感じにしたいんだよ。全部の部屋に収納作らなくていいなと思ってクローゼット。洗濯も楽じゃん。ここに持ってくればいいんだもん。もう確かに。大変なんだよ仕分けが。ママこういう全員のが好き。そうでしょ。みんなここに集まってさ、で聞き合ったりね。え、今日このコーデにこれ合うと思う、うん、みたいな。めっちゃいい。大人になるの楽しみだな。こういうクローゼットが欲しいんだよね。見て、ほら収納検定やったじゃん。コラボしてるね。すごいね、コジマジックさん。こういうのもいいよね。あ、おっとこういうのいいかもね。待って、好きそう好きそう。めっちゃいいじゃん。好きでしょ。いいねこれ。これ欲しい。これママネット。こういうのがあるからさ。これだって書けるよ。やることリストみたいなの書きたい。いいよね。子供部屋に全部これ貼りたいくらい。貼ろうよ。ホワイトボードね。だって歌と一生遊んでるでしょ。磁石でさ楽しいし。新世代タイルみたいな。ね、おしゃれにほら収納してるよ、みーちゃん。ほらこういうの見ると片付けのやる気が出るね。うん、頑張ろう。私これ目指してね、机のね、収納を100均で集めてたんだけど、なかなかそのレイアウトがさ、ぴったりが思いつかないんだよね。ちょっと痛い。なかなかシンデレラフィットさせるのも難しい。難しいね。あ、痛い。見て、ママランドセル入れもある。そう、いいよね、それ。すごい。いつもこれここから出してるからさ、ほら落書き帳、天才の。ママ、もっとこういうところ欲しい。こういうのがいいね。これぐらいでいいんだもんね、奥行きって。いや、いいわ。ここがこういうところ住みたい。いいね、こういうところ。く、押す、開く。すごい広い。広い。どういう原理。すごい考えてるよね、これ。おともやってみたい。私もやってみたい。これいいよね。いや、なんか。いいよ。すごい考えてやる。はい。よし。引いて。で、押した。押して。うわー、すげー。スムーズでいいね。いや、いい。引っ越しの時とか、大きいもの運ぶ時とか。あ、いいね、いいね。引きます。こうやって置くのいいよね。三段階みたいにします。みんなでさ、ここ入るときも開けといたらいいんだ。大渋滞しちゃうから。どいて、こうやって私先に入る。どいてってなるからね。そう、だから広くなって、へー、でみんなでスムーズに、あはーみたいな。今日どれ着るみたいな。いやー、すごい。何着るあんた今日は水色やめた方がいいよ。二人しか入れない。赤とか目立ち。見て、あなた。はい。早くリビング来なさい。はい。あなた。はい。ご飯よ。はい、すみません。ちょっと待って、もう少しで終わる。はい。はい、ご飯。あ、そっちからもね。へえ。何遊んでんの。すごい。あんた何遊んでんの。宿題してるかと思ったら何遊んでんの。おしゃれ。おしゃれ。リビングだね。外に行って室内電球ショップ。朝。これ朝か。これ夜ね。いいね、テラス。待って。一回夜満喫させて。あー、夜だ。これ夜だね。かわいい、これ。リビングとつながってる感じしていいよね。ね。ウッドデッキが外と中がなんかこう一体感があって、すごいね。ほら、めっちゃいい。赤い触りたいんだ。おお、何やってよ、父ちゃん。暗くなったね。ほい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 。なんかカスタネットがあるんだが、そう、叩いて聞いてください。ここで、うるさい。なんか響いてる。めっちゃ響いてる。こっちは？こっち？ちょっと待って。私が聞かないと意味ない。あ、もうわかるね。響きが違う。響きが違うね。なんかここワンワンワンって感じ。これビッグもね。こんな響
響くんだ。ギンギンって言ってる。ほら、カチカチだもん。やってみていい？いいよ。やってみて。まあ、こっちギンギンしてるね。そう。ギンギンしてる。こんなに違うんだね、壁紙だけで。どこどこどこ。ちょっとうるさい。こっちは違う違う。全然音違うよね。おおお、二重扉だ。わあ、なんだこれ、なんだこれ。ここで大声を出してもらって。いや、え、バスで爆音で歌っていいの？こっちまで、こっちまで。こんにちは。まだ聞こえる。ドアが開いてる。せーの。うんうんうん、今ドアが開いてるから聞こえるよ、結構。あー、すごいね、声はだいぶ。あ、すごい、あのなんか海の中にいるみたい。すごい？すごい叫んでる？はい。そんな騒いでた？あ、静か。すごい。私、音響さんのね、耳を破るような声を出した。ルルルルルって弾いてよ、また。ふーちゃん、ふーちゃん。へーへー、何て言ってる、何て言ってる。全然わかんない。みー、え、なんだ、なんだって、なんだって。鏡みたいにするんじゃなくてね。玄関だよ、これは。やば。え、ここでじゃあできるってこと？玄関で。すごい。え、玄関これ。はい。縁側的な。玄関。シャシャシャって入れて。ありがとうございます。おままごとだね。入ってきて。じゃあ私ちょっと家にいる人で部屋に入ってきて、玄関から。これ開く？そこ開かないかも。ピンポーン。あ、はい。あ、ガチャ。あ、どうぞ。あ、上がって上がって。じゃあ一回ちょっとそこにね、ちょっとお茶持ってくるから今。はい。京都のお土産で買ってきた高級な緑茶なのよ。うん、ああ、そうなんですか。はい、いいよ、持たせて、持たせて。割れちゃう、割れちゃう。はい、はい、どうしよう。おー。はい、じゃあね、じゃあ。あー、ありがとう。ここに置いて。置いて。すいませんね、来客に出させてもらって。ここ開けてみる。ポン。あ、本当だ。すごいのさ。あ、本当だ。すごい。あら、素敵。あ、結構あるね。結構入る。幅と高さ。ふーたちさ、多いからこれ1つとかさ、入れるから結構この高さありがたい。あ、傘も、あ、傘も入れれちゃうのいいわよ。入れれちゃうのいいわよね。あ、こスリッパも入れられちゃって。スリッパも入れられちゃうのいいね。いいね。家用のスリッパとかね、ここに置いてあったら汚くなっちゃう。いいわね、それ。おー、広いよ。自転車の鍵とかさ。これいいね、レインコートとか。レインコートいいね。レインコートいいよね。コートかけたり。シュッて。コートだって玄関で着れたら一番最高だよ、ね、一番最高だよね。だって濡れたのとか干せるじゃん。そうね、レインコートはね。こっちはかわいいです。はい、猫いる。そこに一緒に住んでるお家。そこに猫いる。最高のお家。滑りにくいらしいよ、この猫ちゃんが。そうなんだね。ちょっとザラザラしてるからかな。にょ、落ちないよ。にょ、ちょっとこのザラザラがつるっと滑りにくくなってるのかな。そういうことか。確かにちょっとザラザラしてるわ。段があったりさ、穴があったり、猫が遊べるんだって。
ここもある。そうそう、そこもこれミュータッチサイズで作ってほしいんだけど子供がね、ジャングルジムだよね。あ、で、こっから滑り台よ。滑り台よ。最高だね、ね、確かに最高。猫ちゃんにとって寝れるし、いいね。猫ちゃんも喜ぶよね。いいー、見て。バーベキューできるね。これでさ、こうやってこうやって朝ごはんも食べれるしね。いいね。これさ、いいね。で、歌とここでシャボン玉で遊んでるし。おー、ぽんちゃん、パーティーめっちゃいいじゃん、これさ、日の出見たりさ。こういうさ、バルコニーのあるお家憧れるよね。いや、ほんとうちバルコニーがないから、ほんとに憧れる。うん、憧れ。一軒家作る？一軒家欲しくなるよね、うん、ちょっとシャボン玉しようと思ったらな、外出ないといけなくなっちゃうから、これバルコニーあったらいいもんね。だってこれキャンプ待機みたいな、テント立ててもいいよね。そうだよ、ほんとに。ちっちゃい、ほんとちっちゃいテントを立てれば。これぐらいでもほんと十分ぐらいだもんね。ね、いいね、ね、憧れる。わー、わー、やっぱホワイトボードなんだな。キッチンに作業部屋か。なんかさ、このままさ、引き取りたいよね、このセットのまま。そうそう、うん、めっちゃいい。やっほー、ちょっと仕事するわ。あ、パパ、うん、ご飯ですよ。ご飯、わかった。レース食べに行こう。かっこいいね、これ黒だよ。黒ね。あ、めっちゃ憧れる。黒だし、食洗機も広い。おー、こうやって立てて入れるのね。この白いさ、かわいいよね。これは収納たっぷりだわ。これ食洗機ね。ママ、ここホワイトボードじゃん。またこれかける。これ勉強スペースあったらいいな、ね、ママ宿題とか分かる、見えるしね。お父さんのやつある。すごい。はい、パスタ食べましょう。パスタ。みゆ、何作ってる今？酢豚。酢豚。酢豚それ？酢豚だって。酢豚作ってるの。酢豚。できたら言って。動線的に完璧だよね、これ。シャバシャバになっちゃったな、ちょっと。はい、これ持ってって。このなんか横並びだと大きいね。すごい。下げるのとかも簡単だもんね。お料理待ってますよ。待ってますよ。はい、酢豚4つできた。酢豚できた。おかわりいっぱいあるからね。いいね、なんかこういう配置もいいね。ね、で、こういうで、そう、これおしゃれやな。今日はシチューですか。シチューですか。いいね。酢豚。あ、この椅子も。今日酢豚。全部かわいい。酢豚、酢豚。最近さ、ゲームやりすぎなんじゃない？別にいいじゃん。だって課金してもほぼ自分のお金じゃん。でも私、毎月お小遣い2000円しか渡してないよね。なんでそんな課金してんの？あ、お母さんなのね。今月からお小遣い300円減らすわよ。やだ。喧嘩しないで、楽しい食事にしましょう。あ、そうだね。おしゃれだね、いいね。なんかこうやって食べるんでしょ。これわー、いいな。いいね。4人家族ってこんな感じなのかな。うん、うち、このに、これが2個いるから。とわちゃん、おかえり、とわちゃん。おかえり、お父さん。おかえり、お父さん。お父さん、小さいな。お父さん、よいしょ。お父さん、お疲れ様です。お父さん、おお、お父さん力強い。今日はね、お母さんが作ってくれた酢豚だよ。酢豚だ。酢豚、ちょっとね、お酢をね、あの、間違えて小さじ1杯入れちゃったの、プラスで。だからちょっと酸っぱいかも。うん、ほんと酸っぱいと思った。めっちゃ酸っぱい。すごい、すごい。ちょっと酸っぱい。超酸っぱい。ご飯入れてくるわ。うん。よし。楽しい。ご飯入れてくるわ。楽しいね。よいしょ。あ、足してきた。あー、よかったよかった。いやー、混ぜた。いいなー。いいねー。あ、ご飯ってするとチャーハンみたいで美味しいわ。長いですね、基本。基本長いね。はい、ということで今日はダイケンさんのショールームを見てきました。みんなどうだった？なんかおしゃれだったし、こういうあの家に住みたい。ああいう庭みたいなところもなんか欲しい。欲しい、住みたい。楽しかった。ショールームの詳細や見学方法などは概要欄に記載しているので、ぜひ見てください。見てください。はい、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また